はい、こんにちは、ミュウミュウのはんなり京都 TV どうすえ。はい、京都へおいでやす。おいでやす。どうも、京都秋です。秋です。はし会お願いします。ぐでんぐでんからまだ今日も入ってます。毎回打ち合わせはなしです。今日はなんと辻総裁、そしてアッキーさんと3人でコラボ動画なんですけども、今日はなんと私たちの大好きなお店、あずき屋さん、あのもりもりのお刺身のあずき屋さん、あのあずき屋さんがなんと3号店をオープンしたということで、6月の5日です。なんとお名前はママの名前を取ってみどり、焼き鳥みどりさんです。はい、行きましょう。ということで、場所は壬生車庫前にオープンいたしました。そしたら今から3人で乗り込んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴー、トリプルゴー、行ってきます。みーみゅはんなり京都 TV、 京都を中心に美味しいお店を紹介しています。食べて飲んでチャンネル登録よろしくお願いします。場所は中行警察署で壬生車庫前ですね。こちらの通りを入っていただくとすぐにあります。目印はね、この黄色い建物。あら、お出迎えだわ。炭火鶏焼肉京赤地鶏、炭火焼きみどりさんですよ。すごいお花が並んでますね。総裁すごいですね。お花並んでますね。めっちゃすごい、これ。いや、楽しみやわ。では行ってみましょう。いや、あきさん、今日はよろしくお願いいたします。ママさん、はい、こちらがママのみどりさんですよ。よろしくお願いします。はい、奥にいるのはマスター、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。いや、もっちゃん、今日はおめでとうございます。ありがとうございます。ほら、みんなで、じゃあ、ありがとうございます。じゃあ全員で緑飲みするぞ。はい、緑飲みする。はい、最高。では食べていきたいと思います。うまっ。店長お任せ、京赤地鶏 A 5品2500円。カモン。はい、お姉ちゃん、これ何ですか？お通しなってます。何が入ってるの？お通しなってます。お通しなってます。肝とか、肝、はい、ずり、いろんなお肉が入ったものがあって、肝とずりといろんなお肉が入ってるそうです。はい、面白いね、美味しそう。はい、こんな感じ。ありがとう。はい、ではいただいてみましょうかね。お通しもお取りというよりね、ねえ、いいね。おお、なんかさっぱりした感じですよ。筋肉が悲鳴上げてるんで、うん、ビルダーフでいくぞ。ものすごいさっぱりしてる。お寿司には最高の一品は、キンキンに冷やしても美味しい。うん、わー、店長さん来ましたよ。これすごい。はい、お願いします。セリとハラミと皮と関元ぼんじりになります。超赤地鶏。若鶏と比べて歯応えも味も濃いっていう感じですね。歯応えも味も濃い。味も濃い。若鶏の若い子を焼いてくださいよ。大好きな若い子焼いてくださいよ。ちょちょ、アキさん。何？セギもね、これね、レモンとタレとあるんだけど。プロフェッショナルって聞いたけど、どっちがいいんですかね。こんなもん誰に決まってねえんで。レモンよりタレですか。レモンタレはね、はい、はい、カーッと。おいしそう。と言いながらレモンタレで食べる。おー、やられた。
あれレモンダレで食レポしろや。いただきます。セギモはタレと言ってたアッキーさんがレモンダレで食らっております。何もかい、どっちもうまいじゃん。はい、タレうわ、うま、トロトロ、うわ、マジでトロトロ、めっちゃうまい。どうすか、どうすか、師匠。やっぱタレの方がうまい。ほら、見てみ、よし、ほな、総菜と食べるわ。トロトロや、塩やな。うー、セギモってこんなだったっけ。いや、僕も初めて食べたかもしれない。全然違う。セギモ食べたことあるけど、セギモってもっとなんか食感があるんだけど、これ溶ける溶ける溶ける、うん、おいしい、溶ける、ナイカット、やめてください。いや、ほんまめっちゃおいしい、これ酒進むわ。いや、セギモ今これ食べてこんなおいしかったら他の楽しみやわ。これほら、もうあのあれやで、見て、中さん、ほらもうほら、竜の煙の滝登り、これこうやって頭につけたらな、頭ようなってな、顔も綺麗になっていくねん。そや、食べる前にこうやってちゃんとやらなあかんねんで。アキさんもやれ、アキさんもやれや。はい、俺の筋肉がもう莫大に膨らむように、はい、俺の筋肉がどんどん膨らむように頼みますよ、頼みますよ。行けますかね。行ける。行こう行こう。大好物。やばい。赤地鶏のぼんじり。神がね、ぼんじりしか食べたことないから。ぼんじり。映ってますよ、アキさんも。うん、うん、うん、全然違う。うまい。うまい。なんだよこれ。とろんと油出てきた。いや、なんか全然違うわ。うん。総菜どうでした。うん、おいしい、初めてこんなおいしい、ほんまにおいしいやんな。いや、ほんまに全然違う、ファミマのぼんじりと。あれはあれやな、あのなんかあの鶏のぼんじりのトロ、あ、ほんまそんな感じ、ね、全然なんかなんつうの、油上質やね。油上質、しつこくないね。しつこくない。パリパリなやつやね。もういけてるやろ。もういくわ。医療か。いや、怖いわ。なんかね、皮なんやけど、見た感じ、私の大好きなね、細に見える。これ。うわ、めっちゃ美味しそう、はい、完結に行こうぜ。いただきます。どんどん、あくこと食べれへんか。やめて。ゴルゴク、もうあくこと食えへん。ゴークゴーク。鶏が全然ちゃう。身より全然ちゃう。どっちでいった、塩。これは美味しいわ。赤地鶏ってこんな感じやねんな。すごいな。うん。どうや。皮の中にさらにうまみの油が入ってて、この麺カリカリで、この皮ね、甲子園球場のね、俺の皮にね、何でも入れてるんですよ。あれうまいね。これうまい。誰が味の宝石箱やねん。そんな感じ、もちもちした皮なんですよ。ほんまもちもちしてるね。うんうん、いや、それが甲子園風やね。もちもちした皮ね。みさきちゃん、ハイボールだ。3杯目は半分ハイボール、3杯目はハイボール、ハイボール、せせりとハラミ焼いていきますよ。ミームさんみたいに綺麗やね。いや、ありがとうございます。ピンク色でね、クレーム出ないこと祈りますわ。いや、めっちゃ綺麗、ピンクで、私みたい。自分で言うな。自分で言うな。いや、これすごいね、美味しそうね。はい、みんな角ハイボールになりましたよ。はい、飲むぞ、3杯目。うまー。あ、これ何ですか。地元に作ったジャジャン系で、ここに、入れてます。
自家製、このタレに混ぜるんですよね、はい、ますこれ岩塩ですね。あ、これ岩塩、さっぱりと、ありがとうございます。せせりとハラミと、はい、キープさん、はい、これ何ハラミ、ハラミ、ちょっと待って、え、塩で、熱い、熱いけどうまっ、うまっ、ちょっとこれめっちゃ美味しいね。まあ塩でいくわ、はいはいはい、やらかしてますよ、やいどや、普通におごそかに食べとるわ。あ、岩塩うまい、岩塩で食べよう、絶対うまいと思うわ、岩塩。焼けすぎ、こう岩塩シリーズ、うん、味が引き立つ、うん、追加にかけるしよ、さっきの私タレついてなかったんけど、そのまま食べてめっちゃ美味しかったんけど、塩つけることによってめっちゃくちゃ味が引き出されてる、その通り、うん、引き出された、ほんま、スイカの塩、何回言うてもスイカの塩。いや、若い店長さんでも、店長さん何歳？今年22歳になります。こんな若い店長さん、これ、うんうん、こんな大きな心あんまり見たことないね。結構共和家の方が大きいですね。すごい、この女にご飯特大持ってこい、そう、私にご飯特大持ってこんかい、漫画盛り、かわいいるいちゃんが来たで、これなんや、これ何持ってきたんや、ライスとキムチです。なんて言ったんや、ライス特大、ライス特大、ほんでキムチ持ってきた、ありがとう、食うわ、ごつ、これ食うの、そう、これ食うの、これ食うの、やばいな、うわやばいね、いただきます、さっきのタレでいただきます。あ、これはね、鶏のせせりのたたきました。そうなんだ、これさっき食べたか、これさっき食べましょうかね、いやー美味しそう、どん、もっと、ね、もっといかない、ね、いくで、いいの、見てこれ、やばこれ、美味しそう、見てこれ、食よこれ、飯テロ、お刺身シーンや、うま、見てこれ、うまそう、これね、小金のお客さんに見せびらかしてるの、一気に食え、いや、まだ練習して、うーん、全然ちゃう、これは恐ろしい、やばいわ、うまそうに食うな、赤地鶏っていうか緑の焼き鳥、ほんとでやばい、今まで買って食べたことないぐらい甘みが美味しい、鶏の大目してるシーン、皆さん、はい、ご飯漫画盛りシリーズ、はいはい、たっぷり乗せて、はい、たっぷり乗せて、はい、あっけりゅー飯バキュームじゃー、いくぜー飯バキューム、いくぜー、うまそう、それ丸飲みやろ、おお、うまそうやな、このね、このね、もっちゃんのタレやばい、米最高、うますぎる、はい、ガブッともう一口いってやらとこが、うー、今まで飼ってないぐらいの美味しい鶏でした、いろんなとこで美味しい鶏食べましたけど、みどりさん、赤地鶏めっちゃ美味しかったね、どうさ、いや、もうめっちゃ美味しかったね、うまかった、やばかったね、やばい、いや、もう皆さんぜひぜひね、このね、6月5日オープン、6月5日オープン、6月5日オープンね、ママの名前はみどり、かわいい名前のみどり、はい、みどりここにいますよ、はい、みどりね、もうね、オープン早々も大繁盛ですよ、なんでかって言ったらうまいから、ぜひ皆さんね、来てください、めっちゃうまい鶏がここで食べれます。では最後までご視聴ありがとうございました。みゆみゆはんなり京都 TV、 チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。愛してます。